最近うちの子よく切れる、こんな悩み持っていないでしょうか。今回はですね、切れやすい子が育つ家庭の特徴3選ということで、最近ですね、お子さんがよく切れたりとか、なんかね、親に対して暴言を吐くとか、ちょっと言うだけですぐカッとなるという場合、もしかしたらね、今から言う3つの特徴が、ある家庭になってしまっているかもしれません。で、その場合、この特徴をなくしていかない限り、子供がね、なかなか落ち着くってことはないので、ぜひね、このタイミングでね、ちょっと改善をしていただくといいかなと思います。で、一方で、今から言う特徴がね、ない家庭であれば、子供がね、すぐに切れるってことはかなりね少ないかなと思います。なので、ぜひねそういうね自分の家庭が今後ねお子さんを切れやすくするかどうかっていうのをチェックする意味でも、今日の内容をね参考にしていただければと思います。はい、じゃあまず一つ目の特徴がルールが多すぎる家庭ですね。これはね結構切れやすくなります。どういうことかというと、そもそも学校にね子どもたち行ってますよね。でこの学校というのは一つの社会です。で社会というのはたくさんの人たちがみんなで共存していく場所なので、絶対にルールとか人間関係があるんですよ。でつまり子どもたちというのは社会である学校に通っているだけで、こういったルールとか人間関係の影響で必ずストレスがたまります。でそれを唯一癒すのが家庭なんですよね。でただここでですよ、もし家庭でもルールが多くなってしまったらどうなるかというと、学校でもストレスがたまり、家庭でもストレスがたまるって形で、もう両方これストレスフルになるんですよね。でこれがもうストレスが限界になると、もういつか切れるってことが起こるわけです。なのでやっぱ家庭のルールっていうのはね、もちろん家庭もやっぱお父さんお母さん兄弟とかね、いろんな方が共存しているわけなので、最低限のルールは必要です。ですが、やっぱ社会ほどルールを多くしすぎてしまうと、子供からするとストレスが溜まりすぎてしまうので、これちょっと注意しておいてください。じゃあ具体的にね、どれぐらいのルールにすればいいかって話なんですけど、これはね、子供と話し合って決めていけばいいと思います。あんまり多すぎると子供は嫌な顔をしたりとか、イライラし始めるんですけど、やっぱ親としても最低限守らせたいルールってありますよね。これを、お互いに話し合っていくってことですね。で、今まで僕がね、1万組以上の親子のサポートをしてきた結果から言える話ですけど、やっぱどちらかというとね、やっぱルールが多すぎる家庭の方が多いです。だからお父さんお母さんたちからすると、こんな少なくていいのって思うぐらいの基準にした方がやっぱうまくいくことは多いですね。次2つ目、夫婦で毎晩喧嘩をしている家庭ですね。これも結構切れやすい子が育ちます。どういうことかというと、そもそも親子というのは鏡です。つまり自分が普段している行動考え方は子供もそのまま引き継ぐというふうにちょっとイメージをしてみてください。そうすると親が喧嘩をしてね、相手に対して切れたりしていたら、子供も必ずそれを真似しますよね。その結果子供も切れやすくなってしまうということです。もちろんね、夫婦で意見が合わないことっていうのは必ずあると思います。じゃそういう時はどうすればいいかというと、子供と例えば意見が合わなかった時にしてほしいと思う対応をするようにしてください。例えば子供と意見が合わない時に子供がいきなり切れてきたら嫌じゃないですか。でも普通に冷静にお母さんは僕はねこうやって思うんだとか、でお母さんどう思うのとかって言ってきたら、あすごくこの子冷静でしっかりしてるなって思いますよね。だそういうような話し合いを夫婦できちんとできるようになっていけば、子供もそれを見習うわけですよ。だから切れなくなるということです。で、これはね、もちろん言うのは簡単、実行するのはかなり難しいことであることはね、承知で伝えています。で、ただ、もしね、これ、意識してもね、ついやっぱりイライラして、旦那さん、奥さんに切れてしまうとか、あとは、子供に対しても切れたりね、してしまっているのであれば、もしかしたらね、この、自分自身の元々のこのね、普段の状態が、良くないって可能性があります。というのも、例えば、疲れ、ストレス、こういうのが日頃からずっと溜まっていると、やっぱ人間ってね、ちょっと辛いことがあるとすぐイライラしてしまう生き物なんですよね。だったらもうその根本の原因である日頃に溜まっているね、イライラとかストレスを、できるだけ減らすような工夫をしていった方がいいですね。それを解消する場面、例えば、なんか話を友達に聞いてもらうとか、なんかちょっとショッピングに行くとか、そういうことを入れて解消するのか、もしくはもう仕事でね、ストレス溜まっているんだったらそもそも仕事を変えるのか、こういったことをしていった方が、うまくいくかなと思います。はい、あと3つ目ですね。家の中がモデルルームのような綺麗さって、なると結構子供はね、切れやすくなったりします。
で、これなんでね、綺麗だったらいいじゃんって思うかもしれないんですけど、あまりに綺麗すぎると子供とするしてはですよ、なんかこの家にいると汚してはいけないっていう無意識が働いてしまうんですね。ってなると常に気を使って生活しないといけなくなるんですよ。これはね、子供からすると結構ストレスですよね。だからまあ最初にお伝えしたのと同じで、学校で溜まったストレスを家庭で解消できなくなってしまうため、こういうようなね、家庭にしておくっていうのは良くないかなと思います。でただじゃあ一方でね、じゃあぐちゃぐちゃだったらいいのって話ですけど、今度あんまりね汚すぎると、まあ子供はそこにいるだけで汚いことに対してストレスが溜まるようになるんですよ。そうするとこれまた学校で溜まったストレスが家で解消できなくなるので良くないですよね。さらにね、これは僕が教師時代に、まあ、気づいたことなんですけど、やっぱね、あの落ち着きがない子の多いクラスっていうのはクラスが汚いんですよ。要するになんか壁紙が剥がれていたりとか、なんかね掃除がうまくいってなかったりとか、そういうようなクラスって絶対子どもたちも落ち着いてないんですよね。で一方でやっぱ落ち着きのあるクラスっていうのは、そういうのがしっかり整えられていたりとか、掃除がされていたりするんですよ。つまりこれはやっぱ環境が子供にも影響を与えるっていうことなんですよね。そうだからまあ、ベストとしてはですよ、めちゃくちゃモデルルームほど綺麗ではない、ある程度整ってはいるんだけど、別に自由に汚していいよみたいな空気感がある家庭、これが子供からすると多分一番居心地のいい家庭だと思うので、ちょっとこういうのを意識してね、ご家庭を作っていただくといいかなと思います。はい、まあ、それ以外にも子供への接し方とかでもやっぱり切れやすくなったりとかするんですよね。でこの辺じゃあどのように接していけばいいかみたいな話は、僕が無料で配信している思春期の子育て講座ですね、この動画の右上もしくは概要欄からチェックできます。この中で詳しくお話ししておりますので、よかったらこちらも参考にしてみてください。